はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシロカンナでございます。それではコズミックファンタジー2続きからやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの村の神殿、セラムの神殿の先にある女神の試練を超えたところ、これですね、地図が、女神の洞窟の場所が記されている地図をもらったので、そこに行きましょうというね、アインの村が今出てきたところなんで、近くの滝の北の山か。なんでこっちですね、多分。おー、サソリ久しぶり久しぶり何年ぶり何年ぶりじゃねえな。何ヶ月ぶりあ、バンクの中に今火力高なかった？あ、クリティカルみたいなの出たんかな。うわ、気持ち悪気持ち悪い、こいつワームシェル。やだー、キモい。強い、フレッシュだな、じゃあ。魔法しか入らんパティーンやな、多分。だって、ピク君2しか与えれてなかったもんな。さすがに砂ぐりでそれは無理やけん。で、滝の近くの洞窟。あ、キモ。じゃあ、フィーダス。ダンソンフィーダスして。フィーダスでもさ、結構 MP 消費でかかった気がするんやけど。でかい。30だ。あれ、どこだ？滝の。どっから入ればいいんだ？滝の近くの洞窟ってどこだ？どこだ？どこだ、それは。ちょっとどこですか。ヒポグリフ弱えな。センキュー。ん？ここから入れるんじゃなかった。てっきりさ、入れた。よかった。一瞬、すげえって思っちゃった。ごめん。ミロスは弱いけど、ピコ君思ったより食らったな、お前。ゆるさん。ピク働きよ、ピク。ピクくんのこの装甲の薄さは何なんだろうな。あ、ミロスは弱いからいいけど。あ、でも強くなってる。強くなってるけど、紙装甲変わらない。レミちゃんレベル上がったね。ちょっと魔法見させて、レミちゃん。ラセディってなんだ。あ、でも、使えるタイプだ。ラセディって何？洞窟入り組みすぎだね。これは女神の洞窟だ。女神の洞窟やったらもうちょっと敵減らしてくれへんかな。階段4つもあったら迷うけど、だいたいこういうのは左から潰していこう。魔法で、アルティスとかは使わんよね。ノーラムとかないんかな？全然ノーラムないよね。あ、耐えてきた。ハッピーめちゃめちゃ耐えてきた。めちゃくそハッピーに耐えられてしまった。ノーラムバイカーがないから、いわゆるバフ、前作はバフ積んでぶん殴ればよかったのよ。ボス戦相手なんて。あとはもう、イカズチの杖さえあれば、イカズチの杖と、バイカーとノーラムさえあれば余裕やったんやけど、まあ、広いなぁ、思ってるより。で、思ってるよりエンカウントするなぁ。ハーピーが強いんだよなぁ。ハーピーが強いんだけど、ちょっとバン君の MP 消費がでかすぎるから、25ぐらい消費してるのか。25の消費は、結構するねぇ。25か、25で合ってんのか。もっといってんのか。どんぐらいだろう。シルフェスは放置でいいね。シルフェス最後に回すと。あんまり多かったら最初に倒すけど。最初攻撃力持ってないけん、こいつ。道合ってんのかな？わかんねえ。わかんねえ。シャールが弱えやつだから放置でよくって、アングラーから倒そう。
そうね、1ターンで1体倒せるからいいね。シャールはだって1人が殴ればもう倒せるレベルのやつやから OK やけん。でも攻撃力ちょっとあるんだね。いや、広っ。何ここ。何これ。超広いんだけど。あ、てか、バンク、ラナ覚えてるから、最悪、回復に回る？いや、今更やけどさ、フィーダス、30消費じゃん。30消費じゃん、フィーダス。ピタ押した、オッケーオッケー。あとは弱いからオッケー。ホーリーナイトがよくそ弱すぎてさ、そのなりで。そのなりで弱いのよ。いやー、でもこれは、迷うぞ。もう未来が見えて迷うぞ、絶対にこれは。どうしよう。とりあえず奥にずんずん行くけど、あ、でも女神像みたいなの見える。わお、すごい。すごい。この婦人すごい。ガーニアって防御薄いから。あ、でも3人で殴るのきつい。いや、まあみんなレベル、体力高いから。もうみんな体力高いからまだ安心できるね。確実に1体ずつ倒していこう。いや、楽しい、これ。もう、雑魚狩りだけでも。今、全然苦じゃないもん。スーパート前の、リムちゃん一人旅の苦行よりさ、ピクが魔法覚えたかな、君。覚えないね。君のあれよりマシさ。お、シルペス、ごめんね。倒させてね。Thank you。あ、でも宝箱めっちゃある。アインの石だー。アインの石めっちゃあんだよ。アインの石だー。アインの石めっちゃあんだよ。あー、捨てない。ピーコくん一応持っといてもったいないからね。これはどこかから美しい声が聞こえる。アイン、私は心ある者に活路を開く知恵を与えましょう。アインゾー。バン、あなたには勇気と知恵があります。恐れることはありません。バンくん、知恵あったん。信じる道をまっすぐに進みなさい。私たちは見守っていますよ。経験値だ。他の女神たちもずっとあなたのことを待っていたの。さあ、会いに行ってあげて。なるほど。そういうダンジョンってことね。階段なんだよ、そこ。なるほどな。んで、道がめちゃめちゃ入り組んでたってことね。そうか、ガテンが行ったわ。道が分かれ続けていったんわ。そういうことか。5人の女神がおるから、階段が5つあった、5つあったよね、あれ、真ん中と。じゃあごめん、4箇所か、4箇所あったんだよね。じゃあ最後にセラムへの道が開かれるってことでいいんかな。多分これは、そこの下の階段は多分デコイ、デコイって言ったらあれやけど。罠じゃないけど、間違った行き止まりなんだけど。多分。この下に、セラムがおったら芝生、切れるよ。セラムに多分怒るよ、私。ミロスから行っちゃおうか、ちょっと。どうせハーピー耐えるしね。これはでもどうしたもんかな。結構、この演歌やろ？演歌の運動やろ？いや、神殿、繋がってるって思ったからさ、その、何なんて言えばいい？そのさ、女神像がさ、全員集まってるところにさ、繋がってるって思ったからさ、まさかによ、みんなバラバラやと思わんやん。いや、ノルティに会えるってことかな。ノルティだって会ったことないけど、初見さんやけどな、ノルティ。ノルティ初見さんなのよ。あ、じゃあ適当に歩っとっても、いけるんだね。じゃあ次、右下から行こうか。多いね。毎回私連打しちゃうんやけどさ。連打したらずっとバン君をピコピコするだけやけん。
ずっとバンクピコピコしちゃうだけやからね。カーソル下に毎回入力せないかんないけど。ごめんね、毎回カチ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 って聞こえるん嫌だったらごめんね。連打しちゃってるんだ。今更だね。ワンの時もそうだったの。結構広いな。いや、多分間違ってはないんだよな。多分な。わからないけど。だから意外と、階段多すぎるから不安にされてるだけで、合ってるかもしれんよ、最初の読みで。最初の読みで合ってると信じてるけど、ちょっと多いな。体力。体力多いな。降りないと弱いんだけど、パン君レベル上がった1009。バン君って魔法覚え、あら、敵。でもバン君のレベルもなんか結構簡単に上がるよね。魔法。え、バグドとバグド2が別枠になってる。なんで？なんでじゃねえけど。弱え。思ったより弱い。あれ、バグドって、あ、リムちゃんのバーンか。あれ、リムちゃんもバグドだったよなって思って。バグ、バドムとかにしてよ。ねえ、さやちゃんのお風呂覗いてさ、バドム食らったあの頃が懐かしいよ。ガーディアンは弱い。でも、ガーダーって言うけど、パペットマペットをカペットは倒していって、ミロスの方が介護官なんだよね、多分。ホーリー、ホーリー、ホーリー、ホーリーと。あ、ごめん、間違えました。ごめんなさい。あ、でも考え方は合ってるっぽいね。セーラムか、ホーリーナイトモン。ホーリーナイトモンじゃない。ナイトモンとホーリーエンジェモンが混ざっちゃった。でもナイトモンってビショップモンとかああいう方になっちゃうから。ビショップモンの方が上やったっけ？ナイトモンの方が上やったっけ？いや、ポーン！え、全然なんか思い出しそうで思い出せなくなっちゃった。なんかブラックポーンモンみたいなの思ったよね。サリームだ！じゃあここはサリームさんか。二個ずつくれるんやな、みんな。ありがとう。どこかから美しい声が聞こえる。私は悲しみに沈む者に新たな希望を与えましょう。心が絶望に満たされていたとしても、新たな世界を目指しなさい。それが私たちの願いです。ありがとう。リムちゃんレベル上がった。わかった、ありがとうな。みんな1000ポイントくれるんだ。結構でかいよ、1000ポイントの経験値って。なんでここになったらシルフェスが一体だけ出てくるの？シルフェスが一人で頑張ってるから、ここ。かわいそうに。もうちょっと従業員増やしてあげてお世話させるんやったら。お世話様です。でもみんなのレベル上げの場所って感じなのかな、もしかしたら、ここは。ってなると、結構強い敵が出てくると、今後ね。可能性はあるよね。今後強い敵が現れるっていう。可能性やけどね。あくまで可能性やけど、リムちゃんのレベルだって、全パートから考えたら全パートから考えたら結構、ノーラムついに覚えた。ありがてえ、ノーラムは、ノーラムは助かる。ノーラムってね、相手の、使ってみるか。消費量がわからない。相手の防御力下げるはずないけど、40かぁ。いやでも40でも全然いい。全然いい。めちゃめちゃ助かる、その技。めっちゃ嬉しい。思ったんやけど、途中に階段あったやん、最初。あれ、もしかして正規ルートなんじゃないかなって内心思ってるんやけど。だって、女神は5人なんだろ？でも、このフロアに階段は4つしかねえのよ、下に行く。つまり、そういうことなんじゃねえのかな。やだよ。なんで私ピック君から殴ってもらったんだ？ピック君ちょっと紙倉庫やめよう。そうそう、レベル上がろうね、ピック君。一旦回復しとこうか。ピック、おめえ、サンダー2とかになってくれ、せめて。
もうちょっと使える魔法を覚えてくれ。倍感覚えたら神やぞ、お前。神がかってくるんやけどな、倍感覚えたら。みんなだって今トマホークでぶん殴るだけやけど、敵を。敵をひたすらにトマホークでぶん殴っていく集団やけんね、今。そう考えるとめちゃめちゃ怖い集団やけど、めちゃめちゃ怖い集団やね。トマホーク持ってさ、3人で。3人でトマホーク持ってブンブン振り回しながら突っ込んでいくよ、敵に。怖えよ。めちゃめちゃ怖いね。いや、まあ、いいよ。俺は誰だろう。セイリスだ。女神セイリス。他の人持って、リムちゃん持って。セイリスは攻撃魔法の石だね。セイリス。私は正義ある者に勇気と勝利を与えましょう。戦神よ。ね。妹、セラムを救ってくれてありがとう。あ、そうだったね。お姉ちゃんなんだよね、セイリスは。バン、勇気を持って進みなさい。私たちは常にあなたと共にあるのです。いやーもう、ありがとう。おまけしてくれてもよかったんじゃない？もうちょっと、色つけましたよ。バンってぐらい言ってくれても。いや、でも全然助かる。お前、覚えろ、ピック。ピックピック、なんでおめえ技を覚えねえんだ。お前の防御力もどうなってるんだ。あ、でも強くなってる気がする。あ、わからん。わからん。ごめん。シルフェスは、シルフェス神装甲すぎるからわからんのよ。じゃあ、セラム、ノルティっていうさ、女神を、会ったことはないけどさ、会えるってことなんかな、今回で。まあ、シルフェスから消していきましょう。シルフェスかハーピーやと、ハーピーがね、ちょっと絶対一旦で倒せらんから、現状。そう考えると、あ、でもピコ君だいぶダメージ与えれるようになってるね。じゃあもう、一旦圏内入ったかな、ハーピーも。まあでも200超えたら入ってねえんだよな。で、こっちに行くでしょ、ハーピーくんな。ハーピーは来なかったけど、アングラーも体力高いんだよ、おめえ。おめえも体力が高いんだよ。とりあえず、とりあえずよ。進んではいくけど、そう、さっきも言ったけど、ノルティっていう女神は全く会ったことがないから、女神一人だけ裏切り者パターンとかある？私は、柄の葉なんです、みたいな感じの女神がおるかもしれらんよね。5人もおったら1人ぐらい柄の葉がおっても。あいつ、美形顔やけんな、柄の。柄の顔が美形顔やけん。ビジュアル系バンド好きそうな女神やったら、ワンチャン柄の葉かもしれらんけど、大丈夫かな？バンクもバンドしてそうやけど。ド偏見やけど。バンクエレキギターとか弾いてそうなんだよな。アコギやったら、アコギもいいな。アコギも似合うな、バンク。何の話してるんだろうな。先行こう、先。いや、セラムの場所やない。え？なんだこれ。なんだここは。なんだなんだなんだなんでこんなに、なんでこんなに地下に行かされたんだ。雑に地下に行かされたぞ。ちょ、セラム、セラム、セラム、いる？セラムいる？セラムちょっと水なんだけど、そこ。セラム私行けるかな、そこ。で、セラム行けないかも、私、そっちに。セラム、船置いてくれてない？この辺船ない？セラム、聞いてる？セラム来たよ、バン君来たよ。セラムちゃん、バン君来たけど。セラム、エンカウント解いて。このフロアでエンカウント解いて、ちょっと。せっかくの再会やん。せっかくの再会やん。だって時空に飛ばされたバン君がわざわざね、ここまで来れたんだよ。エンカウント解いてよ。ダメだ、これなんか水抜く方法が多分あるんだろうな。ということはもう確定で、
通り過ぎた階段が一個ありましたね。そこですね、先に行くの。で、そこに多分ノルティか。この石像が多分、セラムだろう。さすがに、これがノルティだったら、はじめましての割にはやらすことがなかなか苦行やねん。まだセラムに会えんということか。じゃあ、戻りましょうか、ちょっと。いや、もうハーティーもだいぶ楽になったかな。まあ、1ターン目倒しきれらんけど、2ターン目のバン君で倒せるね。2ターン目のバン君で倒せるからだいぶ楽。うん。だいぶマシになったね、攻撃力。ピックがちょっとマシになってきたからかな。じゃ、帰ろっか、一回。一回戻りましょう、ビーチまで。これ腹立つことにね、左右逆にしとるんよね。だからカーソル入れっぱにしとったら、騙されやがってんだ、バーカっていうことになるんやろ。まあ、それぐらいなんだろうけど、それぐらいでも結構、ね、手間はかかることにね。一瞬、うんってなる、やり口をしてるね。やりよる。制作陣にやりよる。ほぼ20年ぐらい前なんやけど、これ。いや、でもエンカウント高さはちょっと否めんな。否めんけど、まあ、この辺弱いからいいか。てか、ノルティのところに行かないかんやろ。ノルティさんって誰だろう。どんなタイプの人なんだろう。はじめましてなんやけどな。大体の女神はじめましてなんやけどな。セラムとセイリス以外のはじめましてなんやけど。はじめましてが、なんかバングのこと知ってる感出されてるけどさ、はじめましてなんだよな。改めて考えると。まあ、行きましょうか。バングレベル上がった。バン君バンバンレベル上がるやん。バンだけに。帰ってきたね。じゃあ、こっちの、途中に階段あったよね。そっちだね、多分。そっちだね。てか、そこしか行けねえもんな。もう行くとこそこしかねえから。いや、思わんやん。いや、多分最初に行ったんが、そうだよな。そういうことやな。最初に行ったところが間違えてたって、間違えてたでも順番的には、騙されてしまう順番で行ってしまったよな。なんかこういうとこから左から潰したくなるもんじゃない？だってクラピカは右が正規ルートやっていうのが大体言ってくれてるやん、クラピカ。クラピカはさ、あの階段だね。ちょうどあの階段だ。まあいいんだけど、いいよ、いいよ。経験値増えるからね。レベル上げしときたいからさ、内心。いやでも結構3章になって、3章ってどれぐらいなんだろうな。パン君の1章目は長かったけど、2章目のビムちゃん一人旅の時は短かったやん。思ったより。思ったよりね。思ったよりやで、あくまで。あくまで思ったよりやけど、結構長くはなかったやん。あ、そうだ、やっぱりここに女神像だ。ノルティさんかな。セラムじゃないよね、きっと。あ、ミロス一撃についに。ミロス一撃圏内入っちゃった。バンクがミロス一撃圏内に入りましたね。ありがとうございます。ノルティさんだよね、あなた。あ、でもハーピーハン。ハーピーハンに70ダメも与えれてる。強い。バン君強い。これはいいぞ、バン君。バンバン行こうぜ、バンだけに。バンバン行こうぜ、バンだけに。あ、バンバン行こうぜ、バンだけに。くどいか。もうくどいか。でも、セラムじゃないよね。お願い、セラムじゃないって言って。ノルティだ。やっぱノルティさんで合ってる。ちょっと、どこ消しいらない。うん、ピック君持っといて。もう荷物いっぱいなんだけど。私は調和の女神。すべてのものに平安を与えるもの。この世界にはなくなってしまったものです。どうかこの世界に再び、平安と調和を取り戻してください。あなたは私たちの希望なのです。ありがとう。よかった、ガラムハンじゃなかった。ごめんね、内心ガラムハンなんじゃないかなって。これで、セラムのとこ行きゃいいんかな？セラムがなんか、めちゃめちゃ、トップみたいな感じ、5人の中のリーダーみたいな感じのポジションにあるんやけど。いや、もう一箇所階段作ってもよかったんじゃない？
あ、レムちゃんレベル上がった。もう一箇所階段っていうかさ、ノルティさんと、もう一人誰だっけ、名前出てけへん。アインさんか、アインさんを同じ部屋にぶち込んどるけんさ。同じフロアに入れとるけんさ。わかんなくなっちゃったのよ。でこいやと思うやん、最初に。最初にアインを行くとさ、ダメなのよ。最初にアインいたら階段に行こうって、あ、アインさんにたどり着いたってから、向こうは偽物だなって思うやん、階段。階段めちゃめちゃあるから、そういう感じなんでしょって思うやん。思うやん。で、4人に挨拶したら階段増えるパーティーやと思ったのよ。階段1個ベーンって開いて、これがセラムへの道かっていう感じで導いてくれるかと思ったら全然違かったな。思ったより階段登らされてるわ。登りよりして足腰鍛えれるやん。よかったじゃん、バン君。バンバン登っていく、バンだけに。バンバン行こうぜ、バンだけに。いや、でもなかなかやらせるな。いや、これ女神の試練やと思って、レベルはね、はるかに上がっていけるから、まあ、一戦で5、600もらえよるから、そらそうか。そら上がるわ。言うて、次のレベルまでなんぼって、1万そこらやろ。1万そこらやったら結構20回も戦闘したら上がるもんな。あ、間違えた、危ねえ。道具にしたらもったいねえ。使う意味があんまりないわ、今。ピックのレベルがちょっと上がりにくいから、晩成型なんかな、ピックって。レベル上げまくったら入るんかな。このゲームの上限レベル分からんのよね。ゆうくん、1の時も上限分からんかったんだけど、結局あれは30何歩でクリアしたから。これもそうやと考えると、4部構成らしいから、3章の半ばぐらいやと思うのね。勝手に。勝手に思ってるんだけど、そう。いや、まあ、行こう。バンバン行こう。バンだけに。ただ、そう。その距離でエンカウンターなしじゃね、もう駆け込もうよ、もうバン君。まあ、別にな、戦闘逃げんでもいいから、ちょっと待ってね、ピック君、何死にかけてるの、君。君、死にかけはダメよ。何か、クリティカル食らったぐらいのダメージ食らってたね、気づいたら。お、ピック君、レベル上がったじゃん、よかったじゃん。お前も200台。魔法覚えない、こういうやつ、この猫。この猫全然魔法覚えねえじゃん。お父さん言いつけてやるからな。お宅の息子さんなかなか魔法覚えませんでね。水抜けてる。どういう新原理。セラムの前に戦闘。セラムパペットマペットオカペット。この野郎。ダメじゃないわよ。パペットマペットオカペットに。パーピーにどんぐらいレベルじゃない、ダメージ当たる。剣55か。55か。一撃圏内は遠いな。一撃圏内遠い、パーピー。へい。シラム。ああ、この優しさ。この温かさをバン。あなたなのですね。セラム。私は女神セラム。ああ、どんなにこの時は回ったことか。あなたは約束を守って、私に会いに来てくれました。さあ、これを受け取って。炎の杖だ。誰に持たせるんがいい、これ。炎の杖って誰に持たせるんがいい。炎の杖の効果ってあるんかな。前作はあったやん。追加ダメージってさ、こう、通常攻撃したら追い打ちがあったんやけど。炎の杖は道具仕様かな。道具仕様っぽいな、多分。道具仕様だったら微妙な気配がするなぁ。どうしよう。私はどうすればいいんですか、これは。どうしよう、これ。炎の杖。あ、でも、攻撃力的に、目でなんかがっつり考えちゃってるけど。炎の杖やろ。
40の攻撃力やる。攻撃力が足りねえやつが一人いるな。おめえだよ。精霊の羽。精霊の羽。ちょっと待てよ。新しいアイテムくれんなよ。ちょっと、精霊の羽。でも19の防御力やろ。そこまで、そこまでか、そこまでなのかな。精霊の羽、どうしよう。とりあえずバンクにも立てるか。バンクにくれる。バン、私はあなたのことを見守っています。いつまでもバン、あなたのことを大好きやん。暖かな光が体を包む。ありがとう。エンカウントする？エンカウントすんのかよ、おい。いい感じだったじゃん。もう一回話しかけようって思ったのに。いい感じだったのに、今。なんでだよ。お茶を濁すな、ガーディアン様。貴様、せっかくのいい感じよ。いい感じだったのに。あー、話しかけれない。はい、では。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと洞窟出るのは裏で勝手に抜けときますんで、途中でイベント始まったらまた再開しますが、今回はこの辺で終わりたいと思います。一度村に帰ればいいのかな？一旦村に帰ろうと思いますので、それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。せい！バイバーイ。